はようございます。2024年7月2日火曜日の朝です。今日の体重は 65.90 でした。体脂肪率は 38.1% です。おはようカビラちゃん、今日は天気いいですね。今も9時くらいですけれども、私はですねちょっと体調がやっぱりあんまり良くない感じでございますけれども、元気っちゃ元気なんですけども、ちょっとね咳とあと息苦しさでですねめちゃめちゃ疲れます。普通にただ動かないで生きているだけで、なので今日はもうねこれは病院かなということで、今日これから後でね病院行こうかなって考えてます。まずは白湯飲みます。今日の朝ごはんです。今日も旦那さんが用意してくれました。目玉焼き、ピーマン、レタスとトマト、パン、ヨーグルトにジャムのっけて食べます。今日のお昼ごはんです。今日は旦那さん買ってきてくれました。お寿司、イカの唐揚げ、茶碗蒸しで食べます。はい、ということで今日も現地が終わりました。今5時くらいです。とりあえず帰ってすぐに横になりたいくらい体調が悪いので、今日はもう私はこれくらいにしておいて、また旦那さんに返信してもらおうと思いますよ。あ、ご飯食べて薬飲んだら良くなればいいですね。じゃあまたねー。